はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでひろみさんですね。はい、アレ&ギンちゃんを一つです。で、ちょっと間に合えばという形ですけど、まあ多分大丈夫なんじゃないかな、間に合うんじゃないかなって思います。お？お！ジャンボリップ、しかも千賀さん、おー、パックに入ってないのこれ。あ、ハンドシリアルある。おー、これいいね。おいっすね。おいっす、いただきました。おー、かっこいいね。これちょっと額ね、うん、いいんじゃないですかね。はい、これ何枚、あ、もうほら、ミニ、ウッド、メタル、レッドインクオート、スケッチもあるんだ。はぁ、レッドインクオート狙っちゃう。いや、千賀さんだもんね。これ2枚ぐらい入ってるよね、多分ね。どっから破るのこれ。いやー、これはこのままかな、どうでしょうね。難しいとこですね。はい。ね、これ、まあでも、ちゃん、うん、こういう袋がねえな。まあ、ちょっと、A4 の紙でこう、くるんで、で、戻しますんで。はい。よいしょ。いいですね。来ましたね。ちょっと、なんかパック1個隠れてる。何これ。あ、ここに、こうやってガサガサ入れてるから、入っちゃったんだね。じゃあこれ一番初めに開けてみようか。もう関係ないと思うけど、作業員の方が。はい。じゃあこれね、開けましょうか。ルーキー仕分けしておきます。で、ミニとケングリ、普通でした。あ、いいですね。千賀さんのジャンボリップだ。これはいいな。めっちゃ来ましたね。来たでしょ。ね。ちょっと尻浮いたでしょ。ね。店長はね、時が止まりました。ザ・ワールドになりました。はい。大谷選手のインサートも来ました。少しだけ急がせていただきます。はい、黒パル。いやー、いいねー。ちょっとこれは大当たりでしょ。FF チーター。はい、ジョシュベル、ジョシュベルだ。あ、ミニだ。ミニ、こっち系はね、多分パラレルはないと思うんですけどね。一応。でもこういう箱に限ってさ、サインがすげえの出たりとか。まあパッキングされてる上にここのローダーを置くわけですから、パックの中がどうかなんてね、詰める人には全く関係のないことですから。はい、ヒメネスさんのパラレル。目どうする？いやー、ジャンボリップ来たね。ですね。うん、レリックだ。はい、バーニーだ。久しぶり。
マッソ。イタリア、パスタ。違うな。こういう料理があるんだ。はい。ボロネーゼだ。ね。うまいっすよね。ボーノっすよね。めっちゃボーノ。サインは見ないけど、このフレームってサインだよね。おお、そこに書いてあった。ラングスさんですね。うん。はい。ラングスさん、レポーターですね。MLB のレポーターなのかな。うん、まあ、うん、メディアのレポーターの方なんでしょうね。はい。トランペット見に来ました。サインも出て、ジャンボリップも来て、いいっすね。まあ、でも、皆さんこういう箱を求めてるんですね。でも、なくはないからね、全然ね。まあ、ただ、レリックさんとかの、箱もやっぱまあ普通にありますので、よいしょ、サンフランシスコだ。はい、ということで、中の方も結構サインも出て、ツーレリックワンオーとかまあまあだったと思います。藤浪くんも出たし、マッソーも出たし、で、バーニーも出し、で、ヒメネスさん、で、ジョシュベル、で、オタニさん、はい、となりました。ワンオート、ツーレリック、ワンオータニ、リップ千賀さん、うん、いいっすね。はい、じゃあ、ちょっと、はい、傷つかないようにちょっと工夫して、で、梱包してお送りいたします。またぜひね、チャレンジしてください。ありがとうございました。